一マスずつ貼る簡単な障子の貼り替え方法です。この障子は表具屋さんに貼ってもらったものですが、一部破れてきてしまいました。そこで自分で貼り替えをすることにしました。一マス分の大きさを測り、赤い四角と白い四角を作り、真ん中にそれぞれ勾配、白梅を配置しました。これをマス目の数だけ普通紙に印刷して周りを切り取っておきます。ここまで準備ができたら貼り替えていきます。まず古い障子紙を剥がしていきます。その後濡れ雑巾でしっかりと拭いていきます。少々紙が残っていても構いません。きれいに拭き終わったら工作用の糊で貼っていきます。一マスずつ糊をつけては貼るのを繰り返します。おっと、間違えて上から貼ってしまいました。障子の紙は下の段から貼っていきます。その方が継ぎ目にほこりがたまりにくくなります。一列目は仕方がないので、次の筋から下の段から貼ることに変えました。一マスずつ貼っていくので失敗しにくく、もし失敗してもその一マスだけを貼り替えると済みます。また工作糊をつけるところはお子さんでもできますので、一緒に楽しみながら貼り替えるといいでしょう。表から見るとこんな風になっています。一面貼り替えたらもう一面も同じように貼り替えましょう。季節ごとに柄を変えて楽しんでみてください。